井先生、今回いろいろありがとうございました。今回のテーマをお願いいたします。はい、テーマと申し上げましても、この絵は私が大橋先生のところに初めて伺った時に玄関に飾ってあった絵で、先生はこんな風な作品をお作りになられるんだって、私もいつかできるかなできないかなって思っていましたところ、今回こうやって仕上げることができまして、とってもこんな晴れがましい場に出させていただいたことをとても喜んでおります。今回と皆さんと共演なさってですね、どのようなご感想がありますでしょうか。はい、いつも自由にそれぞれが生き生きとした作品作りに取り組んでおりますけれども、今回は関西でのこういう展示会ということで、皆さんいつもよりも増して楽しくテンションも高く盛り上がりながらさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。